第28回日本レコード大賞は1986年12月31日に日本武道館で行われた28回目の日本レコード大賞である。部門賞の発表は11月26日に第28回速報。日本レコード大賞のタイトルで日本青年館ホールで発表された。第28回の大賞は中森明菜のデザイアー情熱。 マイナスに決定した。2年連続2度目の受賞で2連覇は第25回の細川隆以来史上を2組目。女性歌手としては史上初。また対象受賞歌手にこの回の TV 番組提供スポンサーの一社である松田がルーチェを副賞として送った。対象の発表は司会の森本武郎。最優秀新人賞の発表は柴田和幸が務めた。 1986年のオリコン年間売り上げ第1位になった石井明美のチャチャチャは外国人の作曲だったが石井が新人賞を受賞すると同時に特別賞として外国音楽賞が授与された TBS ドラマという要因はあるもののこれまでとは異なり外国人の作曲に一時的ではあるが門戸が開かれたケースである神田正樹との結婚 出産により歌手活動を休止していた松田聖子は、シュプリームがアルバム大賞に選ばれ、受賞式に生出演、久々にステージ上で姿を現した。松田は、同アルバムの中の、時間旅行、ローラースケートを履いた猫、瑠璃色の地球の3曲をメドレーで披露するが、時間旅行の歌唱中に感極まって思わず涙声となるシーンがあった。 最優秀歌唱賞,賞を受賞した北島三郎は自身のスキャンダルにより当日の受賞式を欠席した。受賞について主催者側は出演自体と審査は関係なく投票で決めたと説明。視聴率は 1.6P 下落の29.8%に転落。30%割れは18年ぶり。前半、後半でオーケストラを交代していたが音楽の多様化と 歌手専属バンドの台頭でオーケストラは、高橋達也と東京ユニオン一段のみとなる。ありがとうございます。